え、本当に美味しいね寿司はやっぱり。まあ、今年また昨年からも世界で一番好き。やりきっては。そりゃそうよ。そういますからね。俺が小学校から高校、もうてかもう東京出るまで地元の寿司ローしか行かなかったからね。俺は。食べたい？さあ、食べたい。安心魚か。まだまだ余裕があるでしょう。おお。俺も帰った方がいい。これはなんか始まる。でもさ、自分でやっぱ断られるってそのオチまで考えてやってるんだけど、やっぱ単純に気づいてる素直にさあそれでは参りましょう。最終決戦となるかもしれません。ジェダイを返せるのか、スカーツ決めるのか。スカーツマップ3のスタートです。来たよ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 。これ終わんないよね、さすがに。でも構成変えないね。ディフェンダーサイドにスカーズで試合が開始されます。ジェダイトは盛り返してほしいな。今ちょっともうジェダイトファンボンやんね今。なんなら開幕から A メインアビリティ入れて取りに行こうというスカーズですね。してくれんの？パラノイアまで入るんですか？入りそうですね。まあ、A リンカのフォールトライン。はい、フォールトラインで後出しのパラノイアになりますかね。うん、どちらかのアビリティは必ず後出しのようになってくると思いますか。で、ロングではクリスタルジェムキンが詰めていくと。まずは高めの素目です。もう配信者やめるわ。合わせたボール、日本ボール。おっ、チェフになる。もうコメントすること焦ってただ楽しんでた。配信者やめるわ。ロング側に高めの素目を置くので、ここから進行。全部美味しいやん。面白いですね。スカーフとしてはロビーを本当に余裕で全部食べれるけど大丈夫。少し入れて。少し入れて。ショートはトキシックスクリーン。だけうめえ。